明日、石井さんと周さんの二人の出会いについてあったら聞かせてほしいです。なんかスクラッチノイズの家であったよね。そうですね、一回あって、スタジオで二人でライブするっていう時に、下北かなんかのスタジオに伊勢君が二人で入る時に俺もついて行って、後ろから見てた。一番最初にモンジュで九州行った時、熊本で DJ してなかったっけ？やってました。で、ゴーストフェイスとかライフ・ザ・ゴッドのレゲエ、ソウルのレゲエの曲の、ああレゲエの方かけてました。ワーっていうの、そう、うん、のイメージとかは最初の知り合ってから、最初はなんかすっげえ漠然としてるんだけどなんかスクラッチナイスとグラディスナイスがいて、で、そのなんだろう、あの二人の感じてた超近いところにこいつもなんか共通のスタイルとかそういうのを感じる、なんか DJ って感じで、二人とももう食らってますよ。これは出会った瞬間食らってる。いや、まあ初め聞いた時はもう衝撃的やったっすね、正直。食らいましたね。で、その出会いから今回のリリースされる作品を作るようになったきっかけっていうのは、杉さんからのアプローチっていう。そうですね、なんとなく漠然とちょっとシュート1枚作りたいなと思ってたんだけど、それがなんかタイミングがちょっと今が良さそうかなっていう。中産的にもバッチリなんで。いや、それはもちろん、それはもちろん、それに関してはもうコメントできないですね、俺は正直。そんな人ぞということですね。いや、そういうことだったと思うし、かなり感慨深いです、もちろん。と思って、感慨深い。自分でも結構周さんからこうヒップホップとかスタイルとか勉強してたっていうのも実際あるので、で、二人がこうセッションされるのすごい効果上げて嬉しいです。タイトルの意味とか由来、ボスバンです。調べたらなんか漢字だと両方の両に行くっていう字で両行っていう、両行とか、あと両岸、両方の岸の両岸とかあって、で、なんか中国の方の考え方とかで、なんだろう、その両極端のことだけど一個の中にこう入ってるような物事っていうのがすごいいい意味だなと思って、で、それがなんかラッパーと DJ っていう意味でも確かにそういうのあると思うし、なんかボスバンクスってこう2つの銀行っていう意味とかもあるらしいから、その経験値的な貯めてきたっていうのができたらいいかなと思って、俺はなんかそう思ったっすね。ボスバンクスの概要とか聞きどころ、結構エクスクルーシブっていうか、この2人で作るっていうやつで何曲か作りたいと思ってたんで、どの曲もすげえいい感じになったと思ってですね。曲のプロドグオップって言うんですかね、そうです。先行配信、PV だったりシングルに選んだことについて、方教えてもらえたらと思います。グオップ自体が結構なんか、俺とシューの間で OC のアルバムが出たタイミングで、なんか DITC に入ってるあのモチーフってやつとグオップの2人がやばいっていう話してて、で、そしたらシューがスタンドクラウドとかやっててビートショップがあるっていうのを教えてくれて、で、なんか車で福岡と車を行き来する間の車かなんかだって、北九でしょ、北九で、で、そこで聞いたことないグオップのビートとか結構聞いて、やべ、これ絶対やるっしょって思ってやっていったのが結構始まり。ビート自体はじゃあちょっと前にも選んでたっていうか、ゲットしてたっていうか、なんか割と定期的に新しいのとかチェックしてるんで、その都度っていう感じなんだけど、ベスト&イッスギで聞いてたグオップのビートよりもうちょい後だった気がするかな。グオップやばいよな、半端ないですね、やっぱ相性がやばい、なんかストレート感もやばいし。DITC なんですか、ハマってるな。 DITC 本当のメンバーかどうか分かんないですけど、なんか結構ちょくちょくやってそうっすよね、新しい作品とかに参加してるしね、ほんとそれこそあそこら辺の人たちにこう新しい空気みたいのすげえ入ってきたビートメーカーなんだなと思いますね。ブーキャンとかにクライシスとかナイスワンダーとかが入ってきたみたいに、DITC はああいうモチーフとかもっと来て、一番今がヤバい。このタイミングでシュウ君ってのは結構本当にかなりヤバいですよね。
まあもう何も言えないよ。ストーリー的にバッチリ。そうっすね。その柔軟に、そうね、うん。ありがたいです。そのビートの時でちょうど話してたとか。うん。真ん中で聞いてた。そういう背景がすごい。うんうん、なんかストーリーとして、うん、確かに、うん、でなんかもちろんそういうのがあったから、しかもそのグオップのビートをシングルにしたいっていうか、うん、一緒にやってる中で確かに出会ったビートメーカーだから、うん、そういうところでやっぱ、うん、やったら自分的にもいいっていうか、うん、最後俺から杉さんに質問してるんですけど、杉さんライブとか DJ、ジルクフリップとしても DJ と結構来てもらってると思うんですけど、その福岡のヒップホップについて、うん、なんかどういうシーンに見えてあるかとか、うん、教えてほしいなと思うんですけど、うん、福岡も来てからもうだいぶ、うん、最初に来た時から長いよ、ね、そうですね、かなり長いですね。俺が最初に福岡で見たのはもうベースがあった時で、うん、フリーズさんとかベースですげえ遊ばせてもらって、で亡くなっちゃう日も前日かなんかどっかのタイミングですげえ行きたいなと思って、うん、行ったりしてて、やっぱ福岡すげえ いました、ね、確かにいました、いました。なんか単純にすごい好きだなっていうか、うんうん、あとキースフラッグで、うん、シュウさんがあのオープントゥーラスト一人で DJ するっていう企画があったんですけど、うん、そしたらシークレットでイスギさん何も言わず登場して、シュウさんも結構ぶち上がったって、うん、それはぶち上がるよね、長くやるの珍しい。俺らもびっくりしましたね、ちょっと聞きに行きたいなみたいな、とかまあ俺の福岡の友達、うん、それぞれのディグはすげえ俺は楽しませてもらってる感じだね、うん、もうなんかみんないろんな人がいるから、うん、もうシュウもそうだし、もちろん、うん、GQ とかさもみんな、はい、うん、確かにそう、やっぱり、うん、自分が東京で作ってる音楽と違う空気っていうのを自分の音楽に与えてくれるんだと思う、うんうん、